ほらほらおっしゃほら。これ腕腕。あー危ない。ちょちょちょ。これでいけるはずだ。うえ。はい。あ、すげえ、いいね。ほら。うん、あら、倒れろ。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 あアベンジャーズアッセンボーイエーイデン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 。はい、こんにちは、箱庭兄弟のただのりと申します。はい、どうもヒュガです。はい、で今回からねアベンジャーズをやっていこうかなと思います。イエーイイエーイ。で、始まる前に前置きなんですが、鍵、あの概要欄にあのね、あの俺たち今マーベル関連のね、兄ちゃんはね、あ、やってる、うん、はい、マーベルスパイダーマンね、あ、それを見てほしいってことね、うん、そうで、俺はあのアイアンマン VR をね、実況してるので、よければ概要欄の URL から飛んで見てもらえたらなと思います。じゃあ早速スタートしていきましょうか。はい、行こうか、うん、ノーマルで行こう。分かった、大丈夫、いける、俺たちならいける、無理だったらイージーに変えよう。分かった、それだけのことで、それで行こう、行こうぜ。やっぱりイージーの方がよく、いや、うん、ページがめくれる、マーベル出てる、あ、これはもう、あれ、これもう出るんだ。まあ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 、そんなとこまで言われるんだね、うん、ウルトロンみたいだけど、ね、でもアベンジャーズは違う、そう信じてる。めっちゃ、うん、ハルクそんな強化素材いらないと思うんだよね。ブラックウィドウどうした？私はこの時を待ってたのかもって想像もしてなかった自分になれるんじゃないかって。一枚絵でみんな戦ってるっていいよ、うん、音楽が流れる分かっとるわはい、でクイーンジェットのエンジンが鳴っていますね。ね鳴ってるね、クイーンジェット。クイーンジェット、でもクイーンジェットに乗ってんの、クイーンジェットに乗ってんのかな。そろそろだ、みんなそうだよね。でもマジで一般人でしょ、この人たちだよね。すごく綺麗、クイーンジェットは一般支給されてるみたいな。ゴールデンゲートブリッジなんだ。知らないよ、知らない、知らない。なんか民間機たくさんだって、ああ、めっちゃ手振ってんじゃん。すごい物語がこの数だけ、ね、首の、みんなアッセンブルしてる、首に上達するものだ、うん、いいな、あれ欲しいね。気に入ってもらえなかったらどうする、ね、完璧じゃなきゃダメなんだよ、わかるでしょ。何の本なんだろうね。お前が生まれた時、お兄ちゃんはお前の目がギョロギョロしてるって。え、ステインの声で。だが私はこれほど美しい目を見たことがなかった。ステインの声でね。人にはそれぞれ個性がある、うん、自分自身に誇りを持ちなさい。そうかな、ぽいぽい。大好きだよ。私もだ。いやー、きっと優勝で、なんか死にそうね、なんか平和なところ見せてるってのはなんかね、キャプテンマーベルの服、コミケだ、あ、コミケか、下水トカゲ軍団、下水トカゲ軍団、しかも二次創作みたいな、あ、監修の真似をするカマラが笑う、いる、どうであれ、ちゃんといい子でいる、こらこら、いい子でいるんじゃなくて行動で示す、その通りだ。なんか遺言みたいな残しすぎてないか、うん、なんかね、ちょっと、あ、アベンジャーズタワーじゃん、おい、わー、あ、そっかそっか、今乗ってたのじゃあクイーンジェットじゃないんじゃん、クイーンジェットだよ、あれ、なんかヘリキャリア今、うん、え、マジで機体が着陸しているみたいです、見ればわかるわ、わかったわかった、そう慌てるな、おお、いやえ、あと服の柄がキャプテンマーベル ね、キャプテンマーベルだよね、いるんだね、 あとアベンジャーズのバッジがあるよ、バックのほら、あの肩のところ、胸が普通に欲しいな、ね、いいなあ、あ、完全にあのカマラは俺ら目線のやつってことだよね、うんうん、アベンジャーズオタクってことだね、だって背中だってキャプテンのバッジだもん、本当だ、缶バッジで、缶バッジめっちゃ塗り出してる、てかこの人たちは入れないのかな、
ね、ね、レッドカーペット、あ、選ばれた人たちだけなのかな。あ、ちょっと待って、フォトモードだって。オプションを押した後、タッチパッドで、うん、で、なんか撮れるんじゃない、 R1 とか。あ、すげえ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 。あ、ちょっと待って、これそれっぽい感じの動きでいきたい。いい、てて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 、てあー、僕いけなかったいけると思ったのに。かっけー、キャプテンかっけー。かっけーっすね。ちなみにあのパクリの方だと名前なんだったの。いつでも行ける。なんだっけな、パクリの方アベンジャーズオブジャスティスでしょ、フォースの覚醒。アフォースね。アフォースの覚醒ね。ブラックウィドウね、11月希望してますよ。あ、かっけーじゃん、いいな。でみんな駆け出してるのがいい、うん、威力。あ、ブラックウィドウのマーク、ほらベルト、ああほらね、ね、前方後円墳みたいな例えが例えがめちゃくちゃ和風。わあ、そうかっけえ、エフェクト一番頑張られてんじゃん、うん、このパチパチくんいいね、うん、パチパチくんむにょむにょ思ってね、うん、あ、寄れなかった、うん、ごめんね、一個一個よ俺 ね、 すごいね、3年目に。あれ、アイアンマンいた、あそこに。あ、いるねいるよ。あ、ちょっと待って、もうハルクも絶対いいじゃん。いろんな俳優がやったわけじゃん今まで、うん、誰が変身してもこの顔になるっていうのがね。あ、まあこの顔にはなるけど、ただなんか髪型がちょっとね、そう、面影とか残すんだけど、うん、大体この顔になるじゃんね。だからさ、あのアプリでさ、現実で、うん、あ、ハルクになれるアプリ、おいいねハルク顔アプリみたいな。あ、なんかそれいいね。いや、なんかあったらいいよね、なんか最近のさ、そう、なんかあるよね、うん、あと自分の顔がさ、ね、お面がカチャンってなるやつ、ね、欲しい、ね、欲しい。顔細いね細い。あ、確かになんか印象違うね。あ、ちょっと、あ、そうだね、なんか目がちょっと細いのかな。こいつ偽物じゃねえの。偽物だな、多分マーク 2.5 とかトニーにしてはちょっと慎重なナンバリングだねそう、2と3の間ぐらいのちょっとこれ3って呼ぶにはまだ自信ないかなみたいなそうそうそう、前よりは良くなってるけど3って呼ぶにはまだ自信ないかなって、うん、ちょっと目のサイズにね、ちょっとね、あのまだあの自信が持ててないそうね、あ、アベンジャーズデーにようこそだって。アベンジャーズデーってのは何だろう、結成日なんじゃね、長押しだって。ファイナリストね、お名前は。ファイナリスト、カメラ館、こっちはパパだよ。あ、だからパパがカメラ持ってた。ようこそ母さん、コミック探しにもぜひ挑戦してね。5冊集めればビップ席にご招待。全部集め終わったらエレベーターでスマートフォンをスキャンしてね。楽しんで。おお。服に何か困ってることあったらって書いてる。あ、マジで書いてた。集めないと。Ask me。あ、そうかそうか。ちょっと待って待って。見たい。Need help。あ、本当だ。困ってることがあったらなんか言ってね。いや本当だ。マジで。そういうことでしょ。あ、ね、後ろほらあれ。あ。キャプテン、先日の最初のやつ ね、最初のやつ。あ、キャプ、こういう、多分あのダンサーの人クビになっちゃったんだろうな。え、ダンサーの人、あのヘルメットの本当の持ち主。ああ、ヘルメットなくしたな。あ、そんなことはどうでもいいんで。え、これヒーロー変わってくるんじゃない、どんどん変わってくな。ああ、マークワン、マークワン、マークワン、目標マークを表示、うん、上で。ああ、なるほどね。 ABC あるから A から行けば。 ABC?順番があるみたいだよ。もう一回上押すと、ほら、方向キー上押すとまた出るからさ。なるほど、ね、順番で行けば。どこから行けばいいかな。うん。これあれじゃね？何のコーナーこれ？上ちょっと。あ、これブラックウィドウじゃん。ウィドウ。ウィドウ。あ、ウィドウズバイトって書いてる。うん、よし、じゃあで、このゲームあんじゃん。このミニゲーム。これさ、俺と兄ちゃんで、ね、割り振ってるキャラごとにやろうよ。うん。じゃあ俺これ先行くわ、やるよ。もう、あ、これ射撃ね。もう兄ちゃん、俺アイアンマン VR やってるからね、射撃なんて得意よ。あ、あ、赤を狙うんだね。あ、うん、L2 を押して白と見て、で楽勝。あ、外してんだね。外しちゃった。ほい、ほら、ほいほいほい。それは違うんじゃないか。え、いいんじゃない。あ、ダメか、うん、ダメなのか。緑はダメなの。ほいおい、おい、おいしょ、おい、おい、おいしょ、おい。あ、撃ったな。大丈夫大丈夫、今撃ってない。よいしょ、酔うかもしれないからごめんね。よし、でも当たってるよね、ちゃんと当たってる。当たってる、よいしょ、当たったかもしれない。よいしょ、
下手くそめ。周りの人全然当たってるよね。いや地味に当たってるけど。あいで、うん、え何？おおやった、もらえた。やった、ビップ席へ。イエー、コミックがもらえるって。いいね。えコミック。あステータスボーナスが付与された。たくさんコミックをゲット。オッケー。残りも探さなきゃ。なんかこれ表示できたりするのかな。おある。え2013年発行バリアントだって。えこれマジのやつじゃないの。スタークインダストリーズアイアンマンで書いてある。アイロンマン。アイロン、アイアンマン。あれでなんだっけ。あ上か。上。これ C だな。C だな。別にいいんじゃないかな。あいいのかな。 B から行く。 B どっちだ。あ B あっちだ。よいしょ。あアベンジャーズゲート。おちょっと待って。あおキャプマだ。キャプマだ。そして最近のキャプマだ。あうんキャプテンマーベルって書いてある。アメリカン&アベンジャーズだって。おおクラッシュオブスーパーヒーローズだって。クラッシュオブスーパーヒーローズ。ハルクスマッシュだ。めっちゃ口言ってるけどねえ。ハルクスマッシュ。てかさやっぱ今お父さんいないじゃん。でもさっきお父さんの声してたじゃん、うん、この目線さお父さんなんじゃないの。だいぶ低いよ。そんなにお父さんそんな体勢で見ないと思うな。ここら辺だよ。ここら辺お父さん。いい絵だねカマラ。変態かよ。変態。こんなとこで横ばいになってんの。青春白書だ。お父さんも来ちゃった。来ちゃったから。だって大好きなんだもん。あ名越だ。これ俺。あこれ兄ちゃんだね。パンチングマシンじゃないの。おいミニゲームやらせたら天下な。え何資格これか。おなるほどね。あ何資格。あ三角。おいスマッシュ。カマラハルクみたいに強い。ぽく言う。兄ちゃん兄ちゃん。どういうゲームだったのこれ。兄ちゃん兄ちゃんそんな顔しない。いやでもあれだから操作感が同じ感じなんじゃないの。なるほど。これがハルクみたい。いくよ。で三角。おい。ユースマッシュグッド。他のコミックは。早い。よっしゃいっか。もうだって、うん、他のコミックないの。こんな顔してんもん。楽しい。楽しい、ね。なんか歩いてるだけで楽しいな。それがイベントってもんか。えどこ。C があるね。C があれか。さっきのアイアンマンだ。ハルクスマッシュのゲームをクリアしたんだけど、見た？右にお父さん。そんなか細い腕でお前を怒らせちゃダメだな。あ、いたわ。え、じゃあこのカメラ誰が持ってるの？リリリリリリリ。ここか。アイアンマン。ああ。いや、私のどれ？ダンテ。誰だよ。このコミックはもう持ってるんだ。うん、キャプテンアメリカのやつがあれば全部揃うんだけど。待って。2冊持ってるなら交換しない？ないない。何が？ダメだよ。どれどれ？じゃあまたね。何が？あてかそういえばハルクのやつ見てねえじゃん。え2012年アベンジャーズ。あアセンブルで。これはその道に詳しい人じゃないとちょっとわからない。やばいね。もう原作見てないもんね俺たちはね、うん、MCU はとりあえず5週以上見たけど、うん、5週以上。もうそれだけでだいぶやばいやつらだ。全然MCU でしょ。兄ちゃんアイアンマン何回見たって言った。10回以上見たって言った。数えてない。いや1回俺10回以上見たって聞いたことあるんだよ。あでこれあ兄ちゃん。あ俺がアイアンマンだもんね。俺がアイアンマン。いやアムアイアンマン。かっこいい。かっけーよー。あおうん。おあすげえ VR じゃん。 VR やってる。俺の方がうまいと思うけど、ね、なんか気候の、ね、気候の修行してる。あれ長押し？長押しだって。あ、うん。するんじゃない？だから髪が崩れないように、ね、多分メットもなんか。じゃこれ空いてるとこあるんじゃない？ちょっと待って。あれ？あ、こっちも見れんじゃん。なんかあれ絵は忠実だね。すげえ。絵はロバート・ダウニーだね。え、マジで？いやなんかぽい。ああ、いやまあいやロバート・ダウニー・ジュニアが寄せたのかな。寄せたんだよ。寄せ？多分寄せたおそらく。でももうあんの、ね、俺ここ行ったら全部買いそうなんだけどね。買っちゃああガントレート。今腕振ったけど。ああれこれじゃね。すごいインパルサーグローブだ。うん、試してみないとね。試してみたい。できるの。えいけんの。おはあすげえ。すげえ。こんなのがあるの。いやこんなの。あ楽しそうにクスクス笑う。
そう、そうが来た。そうがいる。マジで人騒がせすぎる。待って。趣味なことだな。お、そうだ。お、あ、フレバー、それ。たのか。うん。小さすぎて見えなかったぞ。小さすぎて見えなかった。この前。それ遅、早すぎて。そう、縮こまることはない。わあ。名はなんと。カマラカン。うん。で、その手につけてるのは。高密度ミュー粒子ビームだよ。モデル3のリパルサーグローブ。モデル3。の自信作。あれ？じゃあマックス3。口真似する。なんと恐ろしい。よほど恐ろしいものが作ったのだ。ハンマーもちょうだい。そうって面白い。そうだろう。そうだけに。シームの武器には改良など必要ない。おえ。キャップもいなかったね今。ね。うん。女のみがハンマーの力を手に入れるだろう。いかにも。それがスタークの玩具との違い。神の力だ。あ、でもトニーの方が好きなのかな。どうなんだろうね。最初は苦労する。うん。でしょ。うん。ああ。不意をつかれる。解説されるのがちょっとかわいそうだけどね。ありがとう。いずれあの図星をつかれるみたいなね。カマラカ。うん。その名は覚えておこう。おお。いやー。覚えられちゃった。かっけー。そう、ちょっと待って。普通に歩いてるけど。そう、そう、かっけー。やばい、アイアンマンよりかっけーわ。おめえ実況してんだろ。あ、ここら辺。お、マークワン、マークワンだ。あー、すげー。陰線。これ何のあれ？これそうじゃね？あ、そうだね。あ、そうだね。あ、取れるか、このハンマー。もう取れちゃうよね。余裕よ余裕。純潔の心を持ってるから。そうが、あれ？ヒューがそうだもんね。おい、俺だった気がする。ごめん、やっちゃった。ああ、やばい。おっしゃ。え、あれ？持ってた。惜しい、惜しいだった。はい、商品のコミックだよ。いや、ちょ、待て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 。もう一回。まだ。いや、絶対持てるはずだ。まだだ。また一冊ゲットは。チキシャバ、もう一回だ。無理だろ、これ。ほらー。はい。おい、おいしょ。はい。あ、ダメなんだね、これね。やっぱり、あの、そう、そうだけなんで、ああ、そできるのはそういうことなのか。うん、そうなんだ。仮にあれでワイヤーが仕込まれてたとしてもしょうがないんで、強力な電磁石かもしれない。だって本物だってあそこにあるじゃん。あ、まだいたの。本物あそこにあるもん。そう、そう、ねえ、そうってば、ねえ、そう。ねえ、やばい、マントが昆布みたいになってる。やばい、なんかマントが、マントが、あー、それどうしたのそれ、なんか静電気ペタッとくっついてる。静電気なんだよ。だってさっきほら、あの降りてきた時に、ね、雷やってたからね。あのビニールに入ってるストローとか出す時多分苦労するんだろうね。クインジェット、クインジェット、クインジェット。俺のジョークはどこ行った？はい、飛んでった。許してくれないけど、はい、あれを操縦できたら最高だろうな。ってことは操縦できるんだろうな。ね、操縦できるんだろうな。フラグ立ってますね。あ、キャロル・ダンバース。何回撃ち落とされた。あれ、今いたのアブーか。あ、でも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 、直しにあったよ。え、どこに待った。アブー、あ、いた。その距離でその会話してたのね。キャプテンのコーナーあるよ。あるね。かっこいいな。かっこいいね。何の機械あれ？これヘリキャリアだ。ね、あれは何だろう？あ、あれなんかダン、キャロル・ダンバースって言ってたから。あれヘリキャリアとかあれだね。完全に映画のデザインだね。ああ、そうだね。最初のデザインやべえよ。え？気球？マジで？あ、というかあの飛行船。もう楽しみ。タービン改良されてる？されてないね。されてないね。されてないじゃん。されてない、されてない。トニーどうしたんだよ。ちゃんとアドバイスしたの？これ。俺あれだから、あ、まだ面白い名前だね、うん、キメラ、あれキメラ、ヘリキャリアのキメラ、あ、組み合わせたようなものだ。うん、ヤギのような女性にも見えるが、それが由来じゃないだろうな。うん、お父さんもに物知りだね。ね、ね、お父さんがさ、ヴィランってことはないよね。え、まさか、まさかだよね。ここまで。次の目的地は、あー、あー、ごめんごめんね、次の目的地もどうでもいいわ。すげえ、あー、かっこ
こいいな。外人の力にふさわしい人はいるかな。かっけえ。で一旦スティーブンとこ行っちゃえば。うん。キャプテンって言わないんだ。あ、最初のやつだ。でてりてりりて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 りでしょ。うん。みんな国際買ってね。そう。ね。キャプテン後ろ後ろ。全部なくなってる。うん、あ、やっぱりこれもそうなんだ。うん、元は映画。ごめんなさい。フリー。本物のファン以外はお呼びじゃないね。なんだよおめえら。おめえらふざけんなよ。本物のファンじゃないってこと。私も選ばれたのよ。そうだよ。アベンジャーズがお前のなんて読むかよ。ほら消えろ。お前そうと話してねえだろ。こっちはそうと話したよ。てめえブツブツの顔しやがって。本当だよ。殴るぞ。多分お前ネットゲーム、何かしらのネットゲーム遊んでて。そうにお前怒られただろ一回。近いっす。あれその名言は？ん？お？ん？こう言い返せ。あ！そっちがどけ。お！あ！分かってないんだ。ええ。うわうわ。ファンじゃないね。にわか。え本当に知らないの？行こうぜ。うわ、お前らこそいる資格ねえわ。ねえ。ああ、いやでも、あそこよかったな。まあ、別ににわかでもいいんですけど。ね。あ、あれ？ちょっと待って。あ、なかなか。あ、勇敢だったじゃないか。あ、え、本人からもらえんの？あ、すげえ。ありがとう。キャプテンマーベルのファンだね。今、地球にいないのが残念だ。うん、キャプテンアメリカだ。いやすげえ。あやばい鳥肌。カマラカン。ああカンカン。うん？君の物語は確か下水道の。トカゲ軍団だよ。ああそれだ。ソーが気に入ってたよ。おお。アスガルドにも同じようなトカゲがいたって。まさか読んだの？全員のね。嘘。すごいキャプステージに行った方が。おお、さらっといるなよ。ねえ。そうはどこだ。まだ来てないのか。私あったよ。話したのはスタークブースだった。でももういないかも。だって出てくの見たし。この子誰？ナット紹介しよう。こちらはコンテストの参加者。その愛称は何？ね、知らなかった。下水道のトカゲ軍団には詳しいぞ。ああ、あれね。私が下水溝の蓋で戦うとこ。どういう状況？マダムヒドラとの戦いに比べたら大したことないよ、あれは。マダムヒドラって何？わからない。やばい。うん、俺がもにやかかもしれない。それじゃ、カマラ。それじゃまた。またね。でもあの言葉って原作なのかな？ブラックウィドウもいる。ああ、もう心臓止まりそう。ね、あ、いるまだいる。キャプテン、キャプテン。ああ、当選ボディ見える。絶対ピップ席に行くんだから。かっけ。あ、行っちゃった。行っちゃったね。行っちゃった。あ、うわ、あ、行かないでくれ。ダメだ。ダメだ。ダメだ。スカレットウィッチの力場が。ああ。バックステージだって。ちくしょう。